優勝戦五号艇の赤嶋紗幸,幸選手です。よろしくお願いします。お願いします。準勝戦は三コースからコンマゼロ級のスタート。まくって出て、混戦をさばいての二着で優勝ということになりました。この順位を振り返って、いかがでしたか？そうですね、まあ、エンジンが出てるんで、レースはしやすいです。はい、大接戦となっていましたが、二周のバックで前を走っていた吉永選手を捕まえる、という感じになりました。そうですね、もうあれはエンジンパワーだけです。四日目は五着、四着で。 これは合ってないなとおっしゃっていましたが、ここから5日目、2着、2着、立て直しが効いたということですかそうですね、もう一度大幅にペラを叩き直して、良くなっていいると思います、はいはい、足の特徴としては、どの部分がいいっていうのはありますかで足はいいですね、エンジンがいいんで、あとは乗り心地を自分の好みにしていこうと思います、はい、では、準優勝戦の方向性で、足をさらに乗り心地の部分を極めてとそうですね、はい、そこを求めて試運転します。はい 順位はスタート早いの行かれてましたが考え具合はいかがですかそうですね、えー、割と思ったところに行けてるんで無理せん程度に、えー、突っ込んでいこうと思いますはい。展開はつける足は十分あるかと思われます前回の優勝は2017年12月の天ヶ崎です優勝戦向けての一言お願いしますそうですね、えー、いいエンジンなんで、えー、レーンには絡めると思います、えー、精一杯走りたいんでよろしくお願いします